革命平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての層、大武防革命、新救い特業とも、元は藤原氏の中華級貴族の出身とみられる、源の義仲の雄筆。平家物語、願書によると、革命は俗名を道広と言い,い、官学院で儒学を学び、蔵人などを務めたが、初やって出家し、最上坊新宮と名乗った。最初は、 比叡山に入り、なんとにも行き来していたという。自称4年の持人王の挙兵に際し、持人王の領事によって、南ン自社勢力に決起を促されると、革命は領事に対する南ンの返書を執筆し、文中で、平野の清盛に対し、清盛は、兵士の総行、武家の人海と激しく罵倒して、清盛を激怒させた。兵士政権によって、身柄の探索を受けた革命は、 自ら顔に漆を塗ってかぶれさせ、北国へ逃れ、その過程で、源の義仲の優筆となって、大武防革命と名乗る。その後、義仲の上落に堂々し、比叡山との交渉で頂上を執筆するなどして、活躍した。義仲死後は、元の名の新津井徳行を名乗り、箱根山に住んだ。鎌倉でも活動しており、あず鏡によると、研究元年5月3日、 源の頼朝、北条政子夫妻列席の下、頼朝の同母妹である某門姫の追善供養を行い、足利義金を世主とする一彩行、領海解漫と共にも参加している。しかし、研究6年10月13日上に、頼朝により、箱根神社への撤居が命じられたことが記録されており、何らかの寄避に触れたものとみられる。文学的才能にたけ、 箱根神社の縁起を起草し、和漢堂英州支柱を表している。社積集では革命について、その分才と絶望の鋭さによって、各所で筆火事件を起こしている様子が記されている。革命については、謎と伝承に彩られており、その後についても、吉永の維持にまつわる革命神社の落ち度伝説や、運の吉永と同一人物とする説、 西仏と名乗って、親蘭や法然に帰えしたとの説もあるが、伝承の息を出ない。忍治2年85歳没とする辞伝もあるが、確証はない。木曽の県坂に、御嶽山の養怪所がある。木曽義仲が拒兵士鳥峠にて、御嶽山に養怪士願門を大武分を命が、認めた時の硯水が残っている。平家物語に、 革命著とされる願問などが複数収められていることから物語成立への関与も指摘されている。ありがとうございます。